2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。さて今回はこのレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に起工、1994年6月に進水、1995年3月に収益を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦隊に複数のガスタービン機関を組み合わせた COGLAG 方式の機関部を搭載、最大で出力43,000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの007式 VL の試験や、新型単魚雷の12式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の1蓋式地対艦誘導弾を艦載型とした、17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも高名だと思うぜ。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだね。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるかもしれないな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実射試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、一弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、に飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているぜ。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているな。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているよ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中。これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるんだ。その時のナレーションでは、
こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は 40 ミリメートル、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ 2297 メートルを達成、これはマッハ7弱に相当するものだったぜ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるが、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよな。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないよね。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているんだ。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるらしい。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているぜ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力をとどめているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だが、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているぜ。日本でも水上戦闘艦に連夜が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。